燃油価格のですね激変緩和事業、いわゆるあのガソリンの補助金についてちょっとお尋ねをさせていただきますま。まずあの補助金なんですが、補正予備費合わせて予算ベースで合計6兆2053億円ですね、2053億円が措置されているということ、6兆2000億ですよ、来年の9月までで。 この費用対効果をちょっと計算したんですね。暫定税を廃止すると、まあ、その暫定税の減収規模は、まあ、2.8兆円。差額がですね、これ4.3兆円突っ込んで、まあ、2.8兆円で済むということですから、まあ、1.5兆円もあるんですね。で、ほぼ同じような効果なら、まあ、我々が提出した、まあ、暫定税の廃止とかですね、トリガー状況の凍結解除の法案をやっておけばよかったんじゃないですか。か。暫定税でなくして、 ガソリン価格を下げておけば、補助金等による1.5兆円も安上がりで、暫定税がなくなったというですね国民に実感はもたらすことができるわけでございます。まあ、でもそもそもですねこの1.5兆円、どこに行っちゃったのかなと、同じ効果だったら同じぐらいの金額でできるはずなのに、どこに行ってしまったんでしょうか。1兆円ですよ、総理が増税してまで探している財源じゃないですか。総理、補助金やめてトリガー税制活用したらどうですか。